さあ続きをやっていきましょう。まあなんとかここ給油口のところつけたけど、もうね開けれない。多分ここはね、もし作る方がいたらちゃんと最初にアユを見た方がいいと思う。かなりギッチギチ、もう二度と開けれないと思う。開けたら多分塗装が剥がれる。で、あとここのねテールも今つけちゃったんだよね。このテールも、コメントねいただいた方にもね注意点としてね言われてたんですけれど、まあ強引につけちゃった。で留め金みたいな感じでパチンってつけるようになってるんだよね。真ん中ここの上にこう案内で入れておいて、下に下げてパチンと入れるっていう感じになってるんだけど、そこのねパチンの部分2箇所あるんだけど、そこねあえてもうね多少落としておいた方がいいと思う。じゃないと出っ張りが大きすぎて多分塗装を傷めるという感じでした。なかなかひどかったよ。なので半分ぐらいにしちゃって、半分の1ってこともね、もう3分の1ぐらいにまで落としちゃったのかぐらいに落としてつけてやった。じゃないともう無理だこれ。ということで次これをこう向きのここに、またマグネットか、マグネット、これは向きは関係ないマグネットなんだな。これもまたデッキプリンセスをここにニュルッと入れて、磁石を落とす。いいやっと。で、磁石だから爪楊枝で押して接着してあげるよと。ぬりぬりと。馴染むようにね。そうしたら L の13。L の13、これだね。なんか汚いな。これをちょっくらきれいにして、向きがあるのかな。なんかここ向きがあるんだよね。どっち、あ、こっちか。なんとなくね見ると分かるようになってる。こうはめ込んで、ここも流し込み材でちょーんと、これは穴に目がけてジョンジョンとやってあげれば、まあ OK なんじゃないかな。よし、でこれをこう向きにこうつける。うん、もうこの配線が邪魔だでしょうがないな。一番最後につけたかったけどそうもいかないパーツなんで、この辺はまあかゆいとこだね。こんな感じかな。あー、ずれるずれる。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。流し込みでしっかりつけてあげましょう。いいと思うけどな。マフラーとこれ片方ウィンカーじゃない、あの多分バックライトの、バックライトなんだろう、まあ、後ろの合図のあのシルバーに光る部分だね。名前忘れた。これをどう向きだ、こう向きか、あ違う、こうか、こうつけるんだな。でここも流し込み材でつけますよと。えい、えい、えいや、えいやと。こっちの方もつけた方がいいかな。隙間はそんなにないんだよね。まあいいか、真ん中がついてれば問題ないかな。隙間がないんで。よし、でこれがまあそこそこちゃんとついたら次の工程、くっついたかな。
よいしょ、OK。 何そのパーツ、何そのパーツ、そう、これ色塗らないパーツだったから切り離さなかったんだ。多分これはもう完全に見えなくなるやつだから多分色を塗らなかったんだな。色塗りの指示もなかったからね。これをこう向きにこうでドンでつける。うん、あ、うん、なるほど、こうか、なんか位置が合ってるのか合ってないのかよくわかんねえな。なんか割とフリーな位置になってんだよね。だけど接着はしないといけないと思うので、ここで止めるのかな、ここに辛い位置で合わせるのかな。なんかね、合わせる位置がね、うまく決まってない。マジでわかんない、どこに止めるんだろう。なんか変に止めて位置が合わなくなるって嫌だしね。下にベタ付けにするとなんかそれはそれで合いが悪い気がするし、上に持ってくとちょっと上に隙間がありすぎちゃう気がするな。この中間のこの辺でいいのかな、ここ。いや、これマジでわかんない。横にもなんか案内があるわけでもないしな、つけないわけにもいかんし、接着をね、まあ、ここでやってみるか。まあ最悪剥がそうと思えば剥がせるんで、こんな感じで適当につけておこう。これでいいと思うんだけどな、マジで位置がよくわかんない。で、それに対してこのユニットを、ちょっと熱いな、エアコン切る。このユニットを取り付けますよという感じか。これ閉まっといたらバラバラになっちゃったんだよね。こう向きか、こう向きの、ここに棒を刺しておいて、これは閉じておくのか。こっちも閉じておく。で、こいつと、こう向きにやっておいて、こう、持ち逆だ。こう見た上でね、こう見てこうか。ここに入れ込むよと。これで OK。 で、この状態で ひっくり返してここに入れる。線が邪魔、入れる、入らない。何が邪魔してるんだ。何が邪魔してるんだ。あ、外れちゃった、クソ。何かが邪魔してる。何が入らないんだ。あ、入った入った。こっちも入れる、入った。こっちもなんとか入った。オッケーオッケー。こんな感じか。で、ネジが B の4、 BU はこれだ。 B の4、 がこれか、でかいやつか。
性ドライバーで絞るよと。あやっべえ、これはまずい。あのエッチングパーツに当ててしまった。ちょっとかっこ悪くなっちゃったかな。まあ後で見てみよう。今この状態でひっくり返してみることができない。しかもネジがバカになってる。なんか結構ネジがバカになってるの多いな。結構ね、スイスイスイと入ってそのままグリグリグリってなっちゃうんだよね。ネジがバカになる率があまりにも高いな。6本、7本に1本ぐらいの確率で。よし、これでいいでしょう。うわー、これエッチング叩いちゃった。うわー、これ治るかな。ここからこう支えて、ここをちょっとクイックやってやれば治らんと思うんだよな、これは。うん、分かりづらくなった。よし、OK。で、ナンバープレートとバネ、バネ、バネ、バネ。これだ。あ、俺多分何か忘れてる気がする。うん、忘れてない。よしよし、A のネジ、あ、この一番大きいやつか、こいつだな。これシール、デカール貼ってからの方がいいなと。後でやるの辛くなりそうだな。そうでもないか。あ、でもめんどくさそうだ。後にしよう。一応これで動くかどうかだな。確認だけするか。ここを押すとウイングのこの手が出るらしい。えい。はい。あ、外れてて出ない。今まだダメだ。やっぱりちゃんとネジ止めしてやらないとできないかな。まあ後にするか。これがさっきから何回も外れちゃうから、ここをちょっと先に接着して固まらせて、その間に私はお風呂にでも入ってこようかな。続きをやっていこうと思います。
では一旦カメラ止めます。